カーテンつけてるんですけど逆じゃないのって言われたりとかしててどっちなのかなって。穴が開いてるわけじゃないじゃないですか。そうですね、開いてないですよね。差し込む穴がないですよね。はい、始まりましたジェットラ TV、 トラックショップ小川店の高村と申します。今日の助っ人はこのチャンネルのカナです。はい、よろしくお願いします。カナさん、今日はね、カーテンの説明をしたいと思うんですが、なんでカーテンってなると思うんですが、はい、意外とね、お客さんからどうやってつけるのっていう、ね、疑問質問が多いので、ちょっとその辺をね、説明していきたいと思います。はい、はい、私も実際カーテンつけてるんですけど、はい、私はこういう、今上にあるように内側、自分が乗ってて、車内から見える側をこんな風にやってるんですよ。でもみんなから結構逆じゃないのって言われたりとかしてて、いや正式なのはどっちなのかなって、そうすごい気になって、今さらそういう基礎的なことって聞けないと思うんで、私が代表して教えてください。基本的にね、カーテン、これはね、日差しを遮るためのもの、その裏表に関しては基本的に使う人の好みでいいと思います。はい、なるほど。まあ、正式でどっちが正しいっていうことは、ね、ないと思います。だから新幹線とかね、基本ああいうのをつける方っていうのはもう人に見せたいっていうのがあるんで、やっぱ柄がある方をね、外にしていただければいいかと思いますけれども、通常まあ大体皆さんつけられるときはこっちを表、こっちを裏。裏表の違いっていうのは、この金具をつけるためのこういうテープがついてる方を裏と考えてください。普通のカーテンであればね、例えば家なんかだとやっぱ綺麗なもん ね、 そうですね、自分の方に向けてね、はい、つけたりするんで、それはもう好みで裏表使っていただければいいかと思います。じゃあ正解はないということで。特にないと思います。あ、なるほど、はい、次によく聞かれるのはこの金具ですね、どこにつければいいの。こっちを自分の方、車内側にね、つけるのであれば、この山の先端のところにね、金具つけてもらうような感じでやっていただければいいかと思います。で、逆に反対にしてつけるときは、うん、こっちの谷の方にフックつけるんですか？反対側にね、つけるときも一緒で、このまま単純にこうつけてもらえればいいと思います。次に聞かれることが多いのが、どっちが右で、どっちが左。それは例えば花瓶カーテン、右左分かれているようなカーテンだと、必ずまとめた時に束ねるね、紐がついてるんですけれども、これが後ろに来るように束ねて止める。締めた時にフロントでここで止められるように。はい、マジックですよね。はい、これでこれでピタッとね、止めて光が入らないようになりますんでね、これを間違えないようにつけてください。で、逆にこれがね、真ん中にあるとね、ちょっと邪魔くさいんで、これが基本的に右左の違いってなりますんでね、それを考えて取り付ける方を行ってください。ちなみに、はい、このフックあるじゃないですか、はい、この山のところに穴が開いてるわけじゃないじゃないですか。そうですね、開いてないですよね。差し込む穴がないですよね。そういう時はもうずらすしかない。これ無理やりこうねじ込む感じですよね。そうそうそう、全部だ。それが私初めてカーテンを買った時にないと思って、家のカーテンってキラキラってあって、そこにシュッて入れるだけじゃないですか。でもトラックのカーテンって、え、穴がどこみたいな、全然なくて。そうですね、だからこういういけそうなところに無理やりグッてやる感じじゃないですか。これね、よく見ていただくと分かるんですけど、これ線があるの分かります？ありますね。あ、でこの線と線の間がちょうど金具がさせる空間になってるんで。え、でも穴開いてるんですかこれ？うん、一応開いてるんですね。これね、ちょっとね、刺しただけじゃ最初あれって思うんだけど、ちゃんと刺してもらえれば取りますんで。そう、最初難しいんですよね。うん、あ、開いてる開いてる開いてるんだ。基本的にこの山の部分、ただこれがね、ちょうど真ん中に来てるときはもうずらすしかない。そうですね、うん、そんな取り付けの仕方でいいと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、これ疑問に思ってたんですよね。そうですか。はい、あ、なるほど。はい、次にね、カーテンを引っ掛けるところを説明したいと思います。もともとね、純正でカーテンが付いてる車だと、純正は基本的にこういった
コマに紐でカーテンにもともと縛ってあるんですよ。縫い付けてありますね。縫い付けてありますね、はい、よくどうすんのって言われるんですけど、それはもう純正のカーテンいらなければ切って使ってください。もったいないん でただ純正のカーテンのねコマ数だと基本的に足りないことがあります。なんでこちらに車種専用でありますんで、これをね足していただければ結構かと思います。で最初からねカーテンがついてないようなねお車があると思うんですけれども、そういったお車もこれを買わないとつけられないんで、例えば紙カーテンなんかだとこれが2個から3個使っていただければ結構かと思います。あとですね、こういったカーテン買うとね必ず金具は必要って聞かれることもあるんですけれども、はい、基本的にあの必要な数分金具はカーテンについてきますんで、改めて買う必要はないです。こっちだけ追加で、はい、そうですね、こっちだけが不足したりもともとついてなかったりするんで、この辺を用意してもらえればいいと思います、はい、あともう一つね、金具は基本的に1個飛ばしぐらいで、これ全部つけちゃうとカーテン動かした時に動かなくなっちゃうんで逆に間隔空きすぎちゃうと垂れちゃうんでね、はい、基本的にはこの1個飛ばしぐらい、そういう数で金具は入ってますんで、それを使ってください、はい、はい、ありがとうございます、はい、すごい基礎的な素朴な疑問だったんですけど、はい、すごい知れてとっても良かったです。あ、そうですか、ありがとうございます、ありがとうございました。ちょっとしたこと、こんなことを聞いていいのかなっていうことはねあると思うんですけれども、お店でねいろいろスタッフに聞いていただければ、その辺はねちゃんとご説明させていただきますので、ぜひともスタッフの方にお問い合わせください。はい、頼りにしてます、はい、よろしくお願いします、はい、この商品全部使ってしりとりをやっていきたい。ルルルルル、え、次が見つからない、やばい、これめっちゃ高い、ちょっと来たんじゃないですか。はい、ということで今回の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。